たな心にいるハート。というわけでコンパイルハート非公式バーチャル YouTuber のいるハートだよ。今日は定番のアキネイターさんをやってみようと思います。いるハートはいるのかな。いるよね、行っておくれ。緊張してきた。というわけでレッツアキネイター。イエイエイエイ。ドラマ出演経験がありますか？ないです。いえ。次、何人かのグループポッチです。いいえ。YouTuber です。はいはいはい。よし、カラコンをしたことがありますか？してません。いいえ、いいえ。しょ、バーチャル YouTuber 四天王と呼ばれていますか？呼ばれてないです。四天王かっこ4人とは言っていない。イルハートかっこ公式とは言ってない。うるせえよ。いいえです。はい、よいしょ。バーチャル YouTuber に関係ありますか？あります。はい。動物の耳が生えている。生えてないのじゃ。いいです。はい。髪色は赤もしくはピンク。なんかやばい顔してるけど大丈夫？ピンク、うん、ピンク時々水色。多分そう、部分的にそう。はい。あなたが想像しているキャラクターは名前に横棒がつく。これは、これは来たんじゃないですか？つきます。はいはい。エレさん、はじめまして。イルハートと申します。いつも動画見てます。こんなね、こんな大した、違う違う、こんな大層な人じゃないから。はい、もう一回やりましょう。イルハートの答え方が悪いとか気のせいとかじゃなくて、出ない。私はアキネーターワールドに存在しない。イルハートだけがいない。アキネーター、出ないもんは出ない。これって事前にチェックしてくれたんですよね？してない。ほんと私に対して見切り発車がすーごい雑すぎる。素人か。普通こういうのって確認してからやるでしょ。人気がないのが悪い。それはさすがに言っちゃダメでしょ。ねえ、もうもう怒った。責任者出てこい。大好き。で、どうするんですか？ん？もう一回や
やってみてほしいって。もうやったってしょうがないじゃん、出てこないんだからさ。ねえ結局出なかったけど、そうだね、イロハートこれからもっと活躍して答えていったらこう出てくるようにね、頑張ります。え、あ、私が登録する？自分で？いや、さすがにかわいそうじゃない？それなんかこういうのってこう、この放送のね後に見てくれた誰かが登録してくれて、ああイルハート出るようになってる、ありがとうっていう展開じゃないんですか？ちょっと無言でキーボード押し付けるのやめてくださいよ。私はそこまで魂売りませんよ。大好き。というわけで今回は出なかったけど、アキネイターさんにいつかイルハートが出てたらみんな教えてね。その時はアキネイターさんに出現動画みたいなやつをねやれたらいいなって思います。もう今日は終わり、バイバーイ。何なんですか今回。そうそうそう、そういえばあのね、私ツイッターでエゴサをしたんだけどね、なんとなんとなんと第1回目の放送の後にイルハートの絵を描いてくれた人がいたんだ。ありがとうございます。なんかねこういうねカットだったんだけど、すごい可愛く描いてくれてね、本当に嬉しかったです。ありがとう。